天正10年6月2日本能寺にて信長が明智光秀に討たれる。明智光秀の与力を織田信長より命じられていた池田恒興には明智光秀から味方するように秀吉の援軍への出陣準備中に手紙が届いた。手紙が届きます。そんな折橋場秀吉から中国攻めから引き返すとの方が届く。6月11日中国攻めから引き返して尼崎に到着した羽柴秀吉と合流した。交流します。この時羽柴秀次を常興の婿に次男輝政を秀吉の養子とすることを約束した。また啓発し昇龍と号した。昇龍と号します。12日にトンネル軍議を開き秀吉は総大将に長秀ついで信孝をしたが逆に両者から望まれて自身が事実上の名手となり山崎を主戦場と想定した作戦武将を決定します。山崎の戦いでは4千を率いて右翼主力として先鋒を務めた。淀川沿いを北上し密かに遠慮寺川を溶かして奇襲し羽柴勢を勝利に導いた。